こんばんは、平井弘明です。今ちょっと休憩してたんですけど、トール君からまた質問ありまして、回転不足っていうネタもすごい動画で見たんだけどって言われて、あ、じゃあ回転不足やろうかってことで、回転不足について動画を撮っていきたいと思います。どこの部分の回転不足かっていうと、インパクトからインパクト後フィニッシュにかけてのことがほとんどだと思うんです。例えばフォロースルーでフィニッシュがちゃんと取れなかったり、フィニッシュにかけて体が回転できない方にとって参考になる動画となっておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。回転不足に悩んでる方が多いのかもしれないってことで、一つだけ言っていい？回転不足ってバックスイングに気を取られすぎない？ほぼそれだけ。どうしたらいい？あ、そっか。前も動画で言ってるんですけど、バックスイングはここまで回んなきゃいけないとか、バックスイングの形はどうとか、しっかり体を回さなきゃいけないってやってると、フォロースルーの回転不足になりやすい。よしって言って終わっちゃう場合が多くて、どっちかっていうとよしっていう感じなのよ。それが大事なの？大事、めっちゃ大事で、今のなんかも結構まっすぐ行ってるんだけど、本当にそのこっちの方が大事なんだよね。で、こういう感じ、イメージ的には。もちろん腰も多少回転するんだけど、腰は90度向こう向いてればいいの、アドレスから。アドレスからここから90度ターンする意識だけでちょっと動いてみるね。こういうイメージ。そうすると腰と肩のラインがアドレスから90度左を向いてるじゃない。このイメージがあるだけで回転不足は取られない、減点されないから。だけど結構意識的に多いのは、ボールを見なさいと言ってボールを見すぎちゃう方だったり、そもそもさっき言ったバックスイングにすごく気を取られてて、自分のバックスイング取れたって言ってインパクトで終わっちゃう方だったりがすごい多いんだよね、フォローの回転不足って。あとはいろいろ理由があって、例えばボールを打ちつけちゃう人とか、打ち込みすぎちゃう人とかも多いんだけど、チェックポイントとしてさっき体と肩が90度って言ったけど、プラスフィニッシュで絶対右スパイクを立てることをやるだけで、ここでここはなかなか戻れないから、そう、ここまで行ったら意外とここまで行けるから、その意識も大事。それをナイスショット打つよりも優先できるかどうか、それは全てのネタそうだけどね。何をやるかをナイスショットを上回れるかどうかで、できるできないは変わってくるから。その中でも自分の中のナイスショットを打とうとしてたら絶対中途半端になるから。どっちが大事？それはやろうとしてることよ。やろうとしてることが練習場ではね大事。ナイスショットが打てなくても、打てなくても、本当数字じゃないけど1ミリ新しい理論を入れるんだったら絶対ナイスショットは出ないと思った方がいいから、自分を変えることだから。そう、それは1回出なくなるけど、うん、また身についたらナイスショットが出ると信じてやり続けると。分かんない、分かんない。その理論がその人に適正かどうかだから。じゃあやんない方がいいじゃん。だから俺はインパクトゼロしか言わない。別に回転してなくてもいいんだ。回転してなくてもいいって言ったら極端なやつ。ある程度回転できてればいい。それはね、もちろんバックスイングで45度、フォローで90度はもう理想中の理想、もうそれ以上ないから完璧なんだけど、それができなかったとしてもナイスショットは打てる。だから確かに回転してた方がいいんだったら、じゃあ回転した方がいいじゃんってなるじゃない。じゃあ平井回転できません、回転不足取られますっていう人ね。で、普段のショットがこうだとする、したら、おい平井回転しろよと、フォローで。分かりましたって言って、うん、ナイスショットは出なくていいと、大げさ空振りでもいいよ、その代わり回転だけは絶対やるっていう動きをするのよ。こうやって、そういう練習方法が大事なの、どの理論やるにしてもね。だから結果的にそれができてくるとナイスショットが打ててくるようになるはず、その理論を入れたい人はね。ナイスショット、自分の足りない部分を補ってるんだったら絶対良くなるはずだから、うん、そういうその取り入れ方をなるべくした方がいい。回転不足ってこんな悪いこと？回転不足、回転不足って悪いことっていくつぐらいあるのかな、ほんとすぐ思い当たるので、ドローヒッターで回転不足
をしようとして回転不足になったらチーピン出るから。前も動画でやってるけど、わざと回転不足で打ったらチーピンは出ないのよ。自分のやろうとしてることと行動が一致してないのがミスだから。そうなんだ。そうだから腰切らないで本当にこれで絶対ナイスショットは出るのよ。あ、それをやろうとしてる、やろうとしてるから。だって今なんかさ、左肘引けてさ、回転してなくてこうやって打ってるわけじゃん。引いて、うん、引き上げて打ってんじゃん、うん、それでもあんなナイスは出るってことは、要は自分からそれをやろうとしてるからね。そう、でも回転しようとして止まるんだよねしたらこうやって左に行くの、止まっちゃうから。要はクラブの動きと肩の動きはフルショットだから、回転しようとしてる。でも体が止まる、回転不足になってるから上だけがこうやって勝っちゃって左行くの。そう、でもさっきのは全てが回転不足だから回転不足じゃないのよ。それがちょうどいいから。あ、全部がこう連動してる、ね、連動してる。だからぴったりで飛んでってるだけだから。そう、どの回転不足かによる、うん、肩なのかボディ、胴体なのか腰なのかこう膝なの か、 だかそういうのも、まあ、小分けにしたらいろいろ出てくるし、まあ、言ってるのは多分この辺なんでね。そう、回転不足って要はこの回転がどうなの、できてるのっていうことが多いと思うの、言ってることはね。その何、右足が上がってないじゃんって。そう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 。あとは意外と多いこと言っていい、回転しようとしてこうなってるだけ。あ、そう、これは回転じゃないじゃん、俗に言うスウェイってやつなんでね、うん、これは右に残ってても回転してたら内ショットは出るのよ。そうだけど回転してないで右に残るとダフるの。そうだから、それだけでも全然違うじゃない。違う、うん、あとは左にちゃんと映れてるよ、だけど回転してなかったらこれもダフったりチーピンスライスも出る。だけど左に行ってきっちりこうやって回ってたらナイスショットは出やすい。そう、それだけでも違うの。だからこれで4パターンあるじゃない、うん、だから自分がどのミスが出てるかを知らないとどれを取り入れていいか分かんないし、だから動画撮るっていうのはすごい大事だけど、正面と後ろからとね。ナイスショットを動画に収めてもしょうがないんでね、ナイスなんだからそう、だからすげえミスショットが出た時に自分はどういう動きが出ちゃってるのかっていうのがすごい大事で、だ伝えきれないのだと。全然言えない、言えない。その人を見ないと言えない。そうだ、ね、架空の人にその例えば YouTube とかで言っても、うん、ほとんど意味がないじゃない。だって理想っていうかさ、架空を言ってんだから。そうだ、ね、うん、だから適正なことは言えるわけがないのよ。だからちゃんとその方の出た現実に対して言わなきゃいけないから。で反対にその、なんていうの、じゃあ回転不足だって言われて、うん、じゃあ回そうってさ、うん、回したら腕が置いてきぼりでさ、うん、超振り遅れこういう状態でしょ。そうそうそう、そうそうそう、なるなるなるな。それも嫌よね。そう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 。一番ダメじゃない。そうで、意外と回転不足って思い込んでる方がいるとするじゃない、うん、で本当は回転してます。回転不足だからって言って回転しようとしたらもうやばいから、回転しすぎになっちゃう。回転プラス回転になる。そう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 、回りすぎになるから。そう、それだけでもミスが出る。だからめっちゃくちゃ難しいの、理論って。とプラス人がいないと。その人がどうなっちゃう。そう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 、だからめちゃくちゃ難しいよね。だから一概に回転不足って言っても、さっき登録も言ったようにどこの部分の回転不足なのかにもよるから、すごい難しいよね。切りない、切りない、切りない、本当に切りない。だからナイスショットで打ててればいいんでしょ。それ間違いないことなのよ。自分が今ナイスショット打ててるんだったらそれが正解だから。そう、そう、本当に本当にそう思う。それがその方のオリジナルだから、それで本当ナイスショット出てるんだったら絶対続けた方がいいし。だからそれでも悩んでんだったら、うん、来てもらうしかない。あ、もうそれ分かんない。そう、それしかない。見ないと分かんないし、どういう意識でそれが起こってるのかにもよると思うよね。そうでね、下手なこと言いたくないし、だから動画だと伝えきれない部分もあるね。ね、例えば動画送っていただいたりね、動画もね。そう、それだけでもなかなかね、きっとこうですよとは俺も言いたくないから。ああ、やっぱこう目で、自分の目で見る、ね、そう、 見たいしね。例えば今自分のやってるスイングが自分であまり気に入ってない方でも、ある程度まっすぐ行くよと。で、例えば他の方からもスイングあんまり良くないねとか言って言われたとするじゃない。それはその方と自分の理論が合わないだけだから。違う動きなんだ。そう、違う理論なだけだから、全然そんなの気にしなくていいし、
結局求められるのってスコアになるじゃない、うん、でそれが自分の方がスコアがいいんだったら絶対自信持った方がいいし、スイングでスコア決まんないから、自分がいいと思ったやつが正解だから、まっすぐ行くやつだから、あんまり形にこだわる必要もなくて、だから形にこだわる必要もないから綺麗なスイングにこだわる人もいる、出てくるじゃない、だそれはそれでいいし、そう全然いい、全然そんな決まりはないから、ただの方がいいけどね本当はね。そうだからそういうことが伝えられたらすごくいいなと思う、うん、自分に何が必要かっていう、で足りてないかっていうのを知ることはすごい大事で、ね、毎回同じこと言ってますね、本当申し訳ないです、本当すいません。今回はですね、回転不足について動画を撮らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。